こんにちは、今日は自宅でできる簡単なゴルフ練習方法をお伝えできればと思います。本当にもうすごくシンプルなんですが、私が普段行っている練習方法の一つに、すごくゆっくり、もう10秒以上かけてスイングをするっていう練習方法があります。実際にちょっとやってみますね。アドレスから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、約10秒くらいかけてトップまで持っていきます。ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、でフィニッシュまでいったらそのまままた元に戻ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんな感じでとにかくゆっくり素振りをして逆再生のようにアドレスまで戻ってくるというドリルです。これをすることによって正しい動きを自分の体に染み込ませてあげること、とにかくそれをこう継続してやることで、できるだけ早く自分がなりたい理想のスイングに近づくことができるドリルです。ぜひやってみてください。